昨日ですね、緊急事態宣言でいいんでしょうかが、全国規模に変わりました。地方都市の人たち、まだ、感染者が出ていない、地域の人たちにも、外出自粛を呼びかけています。これね、うちなんかはちょっと、少しだけ田舎の方に引っ越しをして感じるんですけれども、普段からそんなに人通りがあるわけではない、もっと田舎の方のね、土地の人たちはあんまりピンとこないかと思います。ですが、やっぱり食い止めるためには、ウイルスの流通を止めなきゃいけないということですね。無駄に感じるかもしれないんですけれども、まあ逆に言うと、そうね、無責任にでもいいかな、楽しんで、自宅にいなきゃねみたいにして、生活をしてみてくださいね。都心の方はちょうど我が家なんかは狭間にいますが、都心の方は結構ピリピリしています。そういう人たちを救うという意味でも、地方の方も頑張っていただきたいと思います。そして楽しい動画をご覧ください。ジャン君、面白いことしてね。今日はい、まずはポンちゃんのふみふみ、なんて呼ぶのこれ、ふみふみでいいの、おっぱいを出す時の運動だそうですが、それが大人になっても残ってるっていうやつですね。ちょっとだけ爪がこう引っかかるのは嬉しいのかな、楽しそうなのかね。こんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。お届け物のプレゼントです。まずこれが届きました。はい、開封。はい、これ欲しかったやつ。ポンちゃん必ず食いつく。あ、いた、出てきた。はい、ポンちゃん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 、来た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 。はい、ポンちゃんチェック。あ、乗る乗るの、ポンちゃん。今からそれ開けようと思ったんですけど、ポンさん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。絶対出てくるね。本当に面白いね、この子は。あたちのよ、あたちのよって。そして必ず乗るよね、ポンちゃんね。ポンちゃん。次が紹介できませんが。ポンちゃん、開けられないんですけど。ポンちゃん。こっちが入り口か。ポンちゃん。こっち？うん。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンポンちゃん。でもこのなんかさ、このなんかちょっとだけこう、うん、なんていうの、こう、膨らみがあるところがいいんだろうね。じゃあそれでする？それです。はい。これならば必ずポンちゃん釣れるでしょう。どうなってるの？これは？あ、こうですね。はい。はい。はい。おか。ポンちゃん。よいしょ。はい。お、本当だ。めっちゃ釣れる。でも乗りたい。遊びたいけど乗りたいみたいな。今だ。今だ。あれ？はい、乗った。出したとこなのに、はい、ポンちゃん。
じゃあ乗ったまま行きますか。まずこの手前側のやつ、なんかおやつ、静電気放電緩和。おやつかと思った。これなんか、あ、ミッフィーか。これ別物なの。別物なんだね。あー、ミッフィーちゃん、このゴムの輪っかみたいな、これを手に。そうそうそう、青いママさんちょうどいいね。そうそう、よくね、あの売ってる、なんかブレスレットみたいになってたり、髪の毛に結んだりするのに、そうそう、夏になると静電気がね、夏冬でしょ、夏冬、あれ冬だっけ、そっか。じゃあそれをつけて、ドアを開けるとき、着替えるとき、触れるとき、ポンちゃんを撫でるときね。そうだね、はい、ぜひお花の柄の。そして一緒に入っていたのはフィギュアって書いてある、ミッフィーフィギュアストラップ。ストラップ、なんかもう一つ入ってたよ、2種類。カメに乗っているミッフィーと、これは一人の、ちょっと太めのミッフィー。え、太め太めではないよ。そう、ミッフィーシリー、ちょっと古い、あの昔のミッフィーちゃん、ミッフィーちゃんもほらだんだんさ、こう粘土によって、うん、ほらほら1950年代とか、そういうことか。ほらね、だんだんちょっとずつ、ほらドラえもんとかもちょっと変わってくるじゃん、うん、それと一緒でね、ミッフィーちゃんもちょっとずつ変わってくるのね。はい、わかりました。で、はい何すんのっていう顔になりましたよ。柿の種ミックス。ほう、はい、でこれね、うん、なんかいろんなものが入ってる、うん、本遊ぶのね。これはね、いいね、ポンちゃん。はい、そしてこちらは、こっちはカツオ節チップス。カツオ節チップスだって。人間用だよね。うん、そうだね、そうだよね。バリカツ、あ、そうだよね、だってなんか柚子が入ってるもんね。はい、うん、おつまみだ。だいぶ時間かかっちゃう。ごめんなさい、はい、はい、こっちは、これはカニカマ、これはちゃんぽんですね。ちゃんぽんちゃん用です。はい、どうぞ。いいね、ぽんちゃん。そして、あ、ハンドジェル、またいただいちゃった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、大事になってるね。そう、今ね、そう、これ大事だからね、うん。バッグに入れて持ち歩きます。そして、みんなの家族割、え、どういうこと？どういうこと？ん？あ、入れ忘れちゃった分だって。なんかやり方。マニュアルね。なんかマニュアル。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。はい。ありがとうございます。はい、わざわざね。きっとこれを送ろうと思ったのに、これだけ送らないで、こういう風に、あ、そういうこと？もうおやつとかまで作ってくれたってことかな？どうもありがとうございます。ありがとうございます。ポンちゃんが、今日はポンちゃんが少し遊びましたし、ちょっと家買ジャン君も遊ぶかな？ジャン君、ジャン君寝てるの？お、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 ジャン君。どうちゃんか。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。喜んでます。じゃんくんぽんちゃん。なんやかんやでもう夕方になりました。そしてなんやかんやで今日の夜は雨降るってよ。そして明日も雨だってよ。そうだよ。うん。うん。昨日の夜も雨だったしね。うん。天気悪いね、ポンちゃん。ポンちゃんはどんどん毎日毎日甘えん坊になってくるね。ポンちゃん。あくび。はい。そして、ジャン君は？ジャン君はずっと激甘です。はい、ジャン君。ちょっと最近少しポンちゃんにお株を取られ始めてるけどね。
ちゃんくん、ポンちゃん、なんか変なポーズのまま固まってますけど。ポンちゃんがさ、少しだけさ、お手手がさ、ちょっとだけ乗ってるんだよ、うん、あれに。あ、これね。かわいい。ジャン君、乗せてあげれば、半分あげれば。仲良くさ、お尻を半分こずつ。そのうちね。これ予約ってことね。終わりですか。あれ、通り過ぎていったよ。Ha ha ha.